リートーンソッシーのラジオ歴史小話噺、思わずシェアしたくなる歴史の話でございますすそうですね久しぶりに歴史の話を真面目に前回もしたので今回の歴史の話をしていきたいなと思うんますけれども前回気楽に行こうぜということで、はい、竹林の七っていう、ねはい、竹林にいた7人の賢者たちということで、はい、中国の,その反権力の人たちっていうのを、はい。 こう紹介したわけですけれども、中国にもね、いろんな思想があるわけで、一番なんか中国の思想。って聞くと、なんか、お、こう出てくる単語ってあります。はい、ええー。君主。君主。まあ、いや、いいんじゃないですか。はい、君主。君主になろうぜなんですね。はい、君主っていうのは。何かっていうと、はい、まあ、立派な人、はい、行いが。ね、こう、なんか、この人は、やっぱり。すごく立派な人だなっていうふうになりましょうっていうのが、やっぱり一つ。 大きいメッセージなんですよでそれが儒教っていうところでうん、うん、孔子先生が君子たるものこうあるべきだということをいろいろと出して礼儀作法っていうのが整えられていって、はい、で、これが中国の指導者層、うん、要は指導原理の中の思想になっていくわけで、はい、これに対するアンチ権力、はい、アンチメインストリームあるいは民衆のこうエリートの思想じゃなくて大衆の思想としてこう伸びてきたものが2つあって1つが仏教。 はい、これはインドから輸入されてで彼らのところ禅とかに昇華してで当然そういう影響は日本にも来てという一つの流れと、はい、でもう一つ大きいのが「老子老僧思想」ほ<う>「仙人思想」ですね。はい「修行してさ仙人になろうぜ」うん「俗世間とかいいから」っていう老子様とかって聞いたことあります,ありますね。老子、うん、老僧思想とか道教とかこういったところになってきます。うん、有名なとところだとじゃなんか イメージあります。さっきのその君主というのとなんか同じようになんかその先人思想とかの中でこうなんでしょう。あれですよさっき話聞いてて徳って言葉を僕の中であの浮かんできたんです。それはどっちかというと君主の話？えっとねこれはなかなかあれなんですけど、まあ、どっちもですねその徳っていうものについてはやっぱり基本的にどっちも大切なものとして。 徳って,てって今だと右側心の上がなんかよく分かんない感じになっちゃってるんですけど昔それで直進の直のだったんですすよ、はい、あそうで左側の行人弁っていうのは行くとかと同じように道を表してたので、はいうん、心がまっすぐに行く道っていうことで<ー>まあ基本的に人間のありようというか心のありようとして徳を大事にしようっていうのはどっちもそれは人間性大切にしようっていうのはあんまり変わらないんだけどじゃあそれどうやったら伸びるの っていうところの考え方が違うわけです。なるほど。で、あの同、ー、郷その浪子の中ではいろいろあるんですけれども、一つ大きいものとして、こう結構これは順番的にやっぱ孔子が語ったことに対するアンチテーゼみたいな言い方とかもあるわけなんですね。要は礼儀作法を整えたから、礼儀作法がなってない人が出てくる。要は。 そこで礼儀作法とはこうだって決めちゃったからそれに逸脱する人が出ちゃう10時に来なさいってなったから10時1分に来た人は遅刻だらしないっていうことになっちゃう、うんうん、こういうふうにどん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 切り分けていくっていうことがそれが儒教だよねってちょっと道教は冷たく言ってる部分があしら,しらってる部分もあったりとかだから国が乱れて国が乱れてダメになって初めてそれでも守っている人がいたら、うん あこの人人は立派な人だとみんな来てないのに9時半に来てる10時に来てるってなったらそれは要は、うん、みんな来てないから初めてそこで分かるよね、うん、みたいなそれってなんか意味あんのっていうことをほざいてるわけですから <laughs> <laughs> 僕どっちかっていうと老子の方が好きなんですよね、うん、あねなるほどなとで一番まあ有名な言葉としては皆さん知っているとのは多分この言葉かなと思うのが「上禅水のことし」お<ー>「上水」 除水海観とかってあったりとかあるいは除水海一橋とか除水海って言いますよね OB 海のこういう除水水のごとく,水のごとく上禅善<ー>一番いいものは水のごとくなんだ水みたいなものなんだでお酒も上禅水のごとしてありますけれどもこういったそのまろやかさ軽やかさ水というものこれが自然なんだと一番。で水は どんな特徴がありますか?。どんな器にも収まる。おお、その通りですよ。なんか読みました?いい。はい、ま。まさに老子の中に書いてあるのが、うんはい、その水は器に合わせて形を。型とる。おお<ー>。では丸いところに入れたら丸くなる。はい、四角い器に入れたら四角くなる。融通、うん、無碍であると。なるほど。そして高いところから低いところに流れていく。うん、自然だと逆らわないと。<然>そして。 みんなながよし寄せればとてつももい力も発揮する水圧でかだから水というものを志さなければいけない人間たるものということでそうすると最終的それは脱落というかこう力を抜くそんな形式ばっておし着せの服を着るんじゃなくて裸になっちゃえばいいじゃんぐらいのまあ心のね実裸になったらいいかどうかっていうのはちょっといろいろと置いといて。<laughs> <はい S 1> 心を解き放とうそういったメッセージやっぱりすごく強いと思ってるんですね、うん、水のだから支配者層とか、うん、その経営的にね言うとね駄目、うん、なんですよルールを設けてるっていうことに反していくわけなのでまあそうす、ん、るとそうそうそうちょっう違うんですかねちとうねうそうそうそうとうそうとティール寄りなそうそうそう いるる感じの人でではあんすどそういったこういろんなね考え方があるっていうことであって当然一つのベース軸になるものを自分が例えばねこれが自分はこういう価値観で持ってるんだと思ってもやっぱりいろんな角度から点検して考えてあんまり肩ひあの少なくともやっぱ力を入れ続けていいってことはないので。 やっっっぱどっかでて抜かななきゃいけないけ、うん、抜くっていう時にいろんな考え方に接していくっていうのもすごく大切なんだろうなと思います、うん、なんか最初聞いてたら格子のアンチテーゼでもっと緩くやろうぜっていう雰囲気かなと思ったら結構しっかりした考え方で面白いなと思いました何か,かあの格子に対してあんまルールガチガチやってもなんかどうなのっていうふうん、風に言うってことはちょっとルーズでもいいじゃんっていうふうに想像 してもおかしくないかな。で,すね、でも、それに対して、あの、上善水のことしっていうことがすごく説得力があって、うん。ああ、なるほどなって、改めてあ。あ、それは緩くないってことですか。上善水のことって。逆に、ソッシーの中では、それは、こう、ルールがないからこそ。逆に、自然の法則に沿っていくっていうのは、すごく。責任感の高い。むしろ、ルールがあるよりも、きつい世界観だ。っていう、そういう解釈ですか。う,ーんうん。 なんかしなやかって言葉を僕の中ですごい想起したんですけど、まあゆるくもありながらでも発揮すべき時にはズバッといくっていうなんかその様をなんか思ったのでどっちもあるかなっていうのはある。なるほどわかりました。はい、うんまあちょっといろんなあの新しい発想をもらったかなとそんな風に思ってます。ラジオ歴史小話お相手リートンとソッシーでした。